T-Connect 継続のお手続き。クレジットカード支払いがご希望で、車載機、ナビでの契約更新手続きの流れをご説明します。まず、お手続きに必要なものは、1、TC シャープから始まる T-Connect 契約 ID とパスワード。2、数字4桁の T-Connect 暗証番号。3、クレジットカード情報。4、トヨタアカウントです。お手続きの流れのご説明となります。まず PC、スマホでクレジットカードの登録を行います。次に車載機、ナビでの契約継続のお手続きを行います。はじめに、クレジットカードのご登録を行います。お手持ちの PC、スマートフォンからクレジットカード登録サイトにアクセスしてください。クレジットカード情報をすでにご登録済みの方は、動画の2、契約継続のお手続き、2分15秒までお進みください。クレジットカード登録サイトにアクセスし、ログイン ID 欄には T-Connect 契約 ID を、パスワード欄には設定したパスワードを入力し、ログインを押します。T-Connect 契約 ID またはパスワードがわからない方は、FAQ サイトへアクセスしてください。T-Connect 契約 ID は、継続利用申込書にも記載されています。次に、お支払いでご利用になるクレジットカード情報を入力し、確認を押します。次に、入力したクレジットカード登録内容を確認し、登録を押します。クレジットカードの登録が完了しました。閉じるを押します。こちらで PC、スマートフォンでの操作は以上です。続けて、継続お手続きを行います。車載機、ナビでのお手続きをご案内いたします。車載機、ナビ、外枠にあるメニューボタンを押します。次に、画面上の T-Connect をタッチします。オンラインタブのユーザー設定をタッチします。次に、会員情報、利用契約変更、解約をタッチします。次に、利用契約の確認、変更をタッチします。次に、利用契約内容の変更をタッチします。こちらの画面が表示された場合は、暗証番号が設定されていません。進むをタッチして、暗証番号の設定を行います。設定済みの場合は動画の14、暗証番号入力、3分53秒までお進みください。次に、会員 ID 欄をタッチし、T-Connect 契約 ID を入力、パスワード欄をタッチし、パスワードを入力します。その後、決定をタッチします。T-Connect の契約 ID、パスワードがわからない方は、概要欄の URL から FAQ サイトにアクセスしてください。次に、ご希望の暗証番号を入力します。確認のため、下の枠にもう一度同じ暗証番号を入力し、決定をタッチします。次に、暗証番号の入力は、入力エリアをタッチします。次に、4桁の暗証番号を入力し、完了をタッチします。T-Connect 暗証番号がわからない方は、FAQ サイトにアクセスしてください。次に、決定をタッチします。次に、利用継続の手続きをタッチします。内容を確認し、決定をタッチします。以上で継続手続き完了となります。継続のお手続きが完了しているかどうかは、マイトヨタのサイトから確認できます。お手持ちの PC、スマートフォンからマイトヨタにアクセスしてログインを押します。トヨタアカウントとパスワードを入力し、ログインを押します。ガレージに表示された車両の T-Connect ご契約内容へを押します。ご契約プランの項目より契約いただいた内容をご確認ください。ご不明な点は T-Connect サポートセンターまでお問い合わせください。引き続き T-Connect とともに快適なカーライフをお楽しみください。